メムノンの巨像、メムノンの巨像は、エジプトルクソールのナイル川西岸にある2体のアメンホテップ3世の像。呼び名は、ギリシアの伝説、トロイア戦争に登場するエチオピア王メムノオンに由来、高さ約18メートル。もともとは、背後に、銅王アメンホテップ3世の総裁殿が控えており、その入り口の部分であった。総裁殿は、第19王朝ファラオメルエンプタハが、 自身の総裁殿の石材調達のため破壊した。向かって、右側の像は、紀元前27年の地震により日々が入り、夜明けになると、おそらく温度差や、長炉の蒸発のせいで、うめき声や口笛のような音を発していた。この現象を最初に報告したのは、地理学者のストラボンだった。彼は、巨像が声を出し始めてから間もなくして、エジプト総督、 アウレリウスがルスとそれを見物している。ストラボンは著書においては、虚像が発している声なのか、近くにいる人間が声を出しているのかわからないと疑問を呈している。また、ギリシャン内記を編纂したパウサニアスも声を出すメムノンの虚像について記述している。メムノンの虚像が声を出す現象は、当時のガイドによって脚色され、メムノンの死別した母への呼び声だとされた。 メムノンの巨像は声を聞こうと詰めかける人々で観光地化して、その中にはハドリアヌステイと妻のサビナもいた。サビナは130年にメムノンの巨像を訪れ、日の出後の最初の1時間のうちにメムノンの声を2度聞いたという証言を残している。現在もメムノンの巨像の台座には彼らが書き記した署名や詩が残されていて、 エジプト総督や地方行政長官の肩書きを持つ人間が大勢訪れていたことが確認できる。その後、巨像はセプティミウス・セウェルス帝によって下に落ちていた像の上半身を取り付けられると声を出すこともなくなったという。ありがとうございます。